はじめまして、オンライン家庭教師の西村です。私の動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では授業の中で大切にしていることをお話しします。最も大切にしているのは当たり前のことができるようになる授業です。当たり前のことができていれば成績が悪い生徒はいません。成績が上がらない最大の原因は当たり前のことができていないからです。何も習っていない状態で初めから何でもできるのは一部の天才だけです。当たり前を習って練習することでできるようになるのが普通であり当たり前です。ですがこの一番大切な当たり前を学校で教わらないことが多いです。教えてもらっても当たり前すぎておろそかにしてしまいがちです。じゃあ当たり前というのはどういうことか、文章題の中からどうやって問題を解くためのヒントを読み解くか、そのヒントをどうやって活用するか、公式や定理、現象などをどのように組み合わせていくか、こういった問題を考える際の当たり前を一緒に練習していくようなレッスンを行っていきます。勉強に関して手遅れなんていうことはありません。どんなタイミングでも成績を上げられる可能性は十分にあります。成績が上がらない人なんていません。特別なことなどを必要とせずに当たり前のことをできるようになって成績を上げていきましょう。